本格化を迎えたアンドリエッテ写真を拡大。第66回クイーンS C さん、29日、芝1800メートル、札幌競馬場。第66回クイーンS C さん、29日、札幌に出走するアンドリエッテは、引き続き好気配で重賞2連勝を狙う。重賞初制覇を飾った前走のマーメイドSは、直線で内からうまく馬群をさばき、上がり最速34秒4をマークして快勝。長谷川助手は、切れ味が少しずつ戻ってきた感じですね。後ろから行く馬なので、展開が鍵になると思う、と、復調の手応えを口にする。もともと会話食いの細さが悩みだったが、最近はしっかり食べているのがいい。体も増えるし、身になっている、とうなずく。前走時の馬体重474キロは自身の過去最高で、ようやく充実期を迎えてきた雰囲気だ。8日に札幌へ移動後も環境の変化に対応して、この日の時点で478キロと状態をキープ。